ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。はい、今日はね、宣言が解除されたってことで、青春18切符を買ってね、伊沢温泉に行こうっていう話になったんで、高尾からね、中央線に乗って、伊沢温泉駅に行きたいと思います。途中ね、普通の電車で行くんでね、あずさの電車にすごい、2回抜かされましたね。はい、かっこいいですね。E353 ね。右側にね。追い抜くかと思ったら止まっちゃいましたね、この駅にね。で、ここは、確か円山っていう駅で、なんか日の丸の、何か有名なものがあるみたいで、何か石碑みたいなものがね、置いてありました。E353 が出発していきますね。E353 がね、出発していったんで、右ホームのね、端っこになんか石碑みたいなものが立ってましたね。はい、ホームの端っこにね、日の丸についての石碑がありました。あと途中ね、桜がやっぱり咲いてる季節なんでね、桜がすごい綺麗でした。で、これはね、桃ですね。桃源郷で有名な、地域みたいで、桃のね、ピンク色の花がね、すごい綺麗でしたね。これすごいね、おすすめですね。今の季節、なんか桃も咲くし、桜も咲いたっていうんでね、ちょうど花が咲くのが重なったみたいでね、観光客の方がね、多いみたいですね。ということで、ここがね、伊沢温泉駅に到着しました。ということで、ここから温泉のね、ところに行きたいと思います。今日はね、日帰り温泉に入って、日帰りでね、そのまま帰っちゃおうと思います。はい、で、遠くにはね、太平洋セメントっていうのがあって、セメント会社がありますね。で、このね、伊沢温泉駅の右側のここね、ホームのね、右側のところに廃線跡がね、見えるんですね。まだね、線路が残ってますね。多分、セメントを運んでた跡が残ってるんだと思います。調べてみるとね、ここのもっと右の山の方に向かってね、線路が右にカーブしてずっと伸びてたみたいで、で、石をね、砕いた石を運んでたみたいですね。で、ホームのね、コンコースに来、ホームじゃないか、改札口のね、コンコースに来ました。で、2階から、ロータリーとかのある方を見るとこんな感じですね。で、今度はね、1階に降りて外に出たんで、ロータリーのところから伊沢温泉駅を見ると、はい、こんな感じなんですね。結構なんか、最初ね、来るときはね、寂れてる、温泉街かなと思ったら、全然寂れてなくてびっくりしました。結構綺麗に整備されてますね。はい。で、イオンも駅前にドーンとなぜかあって、はい、駅もね、駅舎もすごい、綺麗ですね。これは来た甲斐がなんかありました。で、これはね、私、温泉に入った後です。温泉の写真とか動画はさすがに撮れないんでね。はい。で、温泉入った後は、これはね、甲州牛のステーキみたいですね。はい。サーロインステーキです。ラッキー。これめっちゃね、柔らかくて美味しかったですよ。はい。で、あとはね、これがラザニアですね。はい。ラザニアも美味しかったです。これね、なんかね、ここのお店のね、手作りラザニアみたいで、結構大きくてね、家族で取り分けて食べました。で、すごい、中にうどんみたいの入ってるみたいな感じで、うどんじゃないんだけど、うどんが入ってるみたいな感じで、いただきました。で、今度はね、駅の方に行ったら、観光案内所があって、そこでね、100円でワインが飲めるっていう、ワインバーみたいなところがありました。で、ワインがね、すごい美味しかったんでね、これおすすめですよ。すんごい美味しいんでね、絶対ワイン飲んでた方がいいです。はい。ということでね、温泉はパッと、さすがに動画撮れないから、一瞬で終わっちゃいましたけど、はい。とってもね、いい温泉でした。ワイン風呂っていうのがあって、真っ赤なね、ワインの、色のした、温泉にね、入って、結構いい香りで、とっても良かったですよ。はい。またね、これは、すごい、
良かったんでね、また来ようかなと思いますね。はい、ということでね、また中央線でね、日帰りで、まあ、東京の方に戻りたいと思います。はい、今度はね、東京方面に戻るときは座席を右側の方に座りました。で、まあ、来たときとね、同じようにね、ピンク色の花がね、これ桃の花だそうです。桃の花がね、すごい綺麗に咲いてたんで、動画に撮ってみました。桃ってこんな、なんかあれ、扇状みたいな感じ、円錐っていうのかな、円錐を逆さまにしたような形です。花が咲くんですかね。はい、初めて見ましたね。で、またね、E353 あずさに追い抜かれます。はい、でちょうどね、これはね、山梨市駅っていうところで、駅前をね、工事してましたね。で、右側は、多分 JR 東日本の社員の方が何か工事してたんで、なんか、まあ、ホーンをね、ミュージックホーン鳴らしてましたね。で、またね、乗っていくと、これはね、勝沼ぶどう郷駅っていうところで、桜がね、すごい、いっぱい咲いてて、これはね、たくさん、撮影、桜を見たり、桜をね、撮影したりっていう人が大勢いましたね。ここの駅にだけに来てもいいかもしれないですね。はい、結構ね、桜がね、綺麗だったんで、あ、これはいいなと思ったんで、私の方を向け、カメラをね、私の方に向けて、ちょっとね、桜を撮ってみました。ちょっと、どうでしょうね。はい、勝沼ぶどう郷駅ですね。これ結構綺麗ですよね。で、あ、ちょうどね、中央線も来ましたね。どうですか、この桜の木の数がね、すごい多いんでね、これ見応えがありますね。で、街並み、駅の位置も高い場所にあるから、まあ、街並みもね、見えてちっちゃく見えるんですよ。なんで高台から、街並みを見て、あと桜も見えるから、すごい、まあ、立地はすごくいいですね。で、今度はね、塩津駅っていうところに行きました。で、いつもね、真ん中に見える丸い、あれは何だろうとあれは一体何なんだと、ですごい気になるんですけどね、なんかコスモなんとかっていうやつみたいで、で、どうやらね、よーく見てたらね、中でほら、なんか緑色のなんか物体が動いてるのが見えたんでね、あれどうやらエレベーターが斜めに動いてるみたいですね。で、他にもエスカレーターもあるみたいですね。ということでね、八王子駅まで到着しました。で、ブルーサンダーをね、ちょうど来たんでね、ブルーサンダーを撮影してみました。はい、ということでね、伊沢温泉に行ってきました。18切符を使ってね、まだね、残ってるんで、まあ、また春休みどっか行こうかなと思います。ということでね、伊沢温泉最高でした。ご飯も最高、ワインも最高。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。